ゴスペルシンガーマサのスクールオブゴスペル。こちらは長野県の FM 佐久平からお届けいたします。ゴスペルレディオステーションをお聞きの皆さん、こんにちは。ゴスペルシンガーのマサです。いかがお過ごしでしょうか。新年初めてのスクールオブゴスペル始まります。昨年12月の放送では Why Not Trust Again という曲をご紹介させていただきました。皆さんは素敵なクリスマスをお過ごしになりましたか。クリスマスはこのゴスペルの主人公であるジーザスの誕生日です。ゴスペルを聴いたり、もしくは実際にステージでゴスペルを歌ってきたという方もいらっしゃるかもしれませんね。今年も皆さんにとって素敵なゴスペルイヤーになることを願っております。さて、本日ご紹介する曲はスタンドというダニー・マクラーキンの曲です。この曲も専門学校時代最終学年の最後のライブで私は歌いました。このリードボーカルを担当したのが私の親友であったこともあり、とても思い出のある曲となっています。曲の内容を紹介させていただきます。スタンド。最善を尽くしたのならあとは立っているだけ、神が見ているから。その時はしっかり立って決して諦めないで、うつむいたりせず降参したりせず、神は目的を持っているのだから。傷ついても苦しくても私は立つよ、そして強くなる。神はもうすぐ救ってくださる。最善を尽くしたのならあとは立っているだけだ。早速ですけども曲を聴いていただきましょう。ダニー・マクラーキンでスタンド。ダニー・マクラーキンスタンド聴いていただきました。神は決して私たちを見捨てたわけでも忘れているわけでもない。神には計画がある。バイブルにもこうあります。この計画は災いではなく将来と希望を与えるためのものだ。皆さんにとって今はどういう状況でしょうか。さまざまなシーズンがあると思います。いい時も好ましくない状況であっても神はあなたのそばにいてくださる。私はそう信じます。 God is near。 2022年、皆さんにとって素敵な年となりますように、今年もどうぞよろしくお願いいたします。それでは今日のスクールオブゴスペルはこの辺で。このコーナー、お相手はゴスペルシンガーのマサでした。長野県の FM 佐久平からお届けいたしました。また次回お会いいたしましょう。またねー。